しっかり感染症対策で手袋して、いいですね。いや、映画が始まる前のやつだ。あれだ、ノーモア映画泥棒だ。うわ、すごい。動き、なんでだろうじゃない。それやんない、それやんない。え、バカじゃなくて。バカじゃなくて、うわ、すごい。シェーじゃなくて。のっけから詰め込みすぎなんですよ、ちょっと。いや、バカじゃなくて。ヤストとかこの辺はどうするか。確かにな。そこをあれにする？外で海入れます。入れさせます。うん、入れさせます。この辺りとか。そう。なんかヤスト。うん、もう練習場には誰もいません。練習が終わって毎日こうやって最後までトレーニングしている家永明宏選手です。お、デジッチやん。お疲れ様です。お、登場の差し方雑やな。どうすか今年のジャンプ。新加入選手のもう馴染みの速さがもうビビるわ。みんな伸び伸びやってるから、はい、今年は皆さん期待してください。今年もうアキくんはやってほしいんですけど、やっぱケンゴさんいなくなって。ケンゴさん喜ぶからな、俺やったら。やらんからな。ケンゴさんはなんか俺ケンゴさんがやってたからやってたから。いや、体張ってください。こんなんと絶対。ゲッツも。ゴールパフォーマンスもやし、なんかやってほしいんですけど。ケンゴさん引退したから俺はもう卒業、俺も卒業ってそれ、そこは絶対ないかな。あ、絶対やぞ。ここで取材していいか、撮影していいか聞きに行かない。許可をもらえ、許可もらえに。ここ入っていいんかな。先行ってかロケハン。もう一発勝負だから、これってプロデューサー自ら行くやつな。ロケハンに。あ、ウォーターボーイズのところ見に行きます。あ、そうや。海。でも真ん中のところの、あそこダメ。もうあれ、服脱いでよりも、スパッツからこう、整列して、そこから始めた方がスタートして、みんなで飛び込んでいって、でも、最初の位置ついとくんか、このピーって。あ、海っていうか、こう、ソンジョンちょっと引きで撮りながら、はい、こうやった時にはもう列なっといた方がいい。あ、もう入ってて。うん、誰が指揮取るんっていうリーダー決めない。リーダー、ウォーターボーイズリーダー。ここの売店俺びっくり、あ、ドンキホーテと思ってるから。品揃え抜群っす。あの画像使ってほしいわ。俺が自腹でナンバー払過去最高で金使ってるよね。いやー、みんな綺麗。いいな。ちょっとタンちゃん気がしないけど、一番上手よ。いや、かわいいな。ヤストの笑顔がいい。いや、CY パーコール今回の仕込みも3万超えた。やばいっす。やばい、力入ってます。これ経費なるんちゃうもん、確定申告で。余裕でなる、なりますよ。ちょっと、この道具だけのでさ、うん。これ、来年とかも使うかな。まあ、買っといたら。何かしら。高いかな。チームでなんか持っといてもらったら。確かに。なんか普通にリハビリで水泳とか、はい、使えそうっすね。プラスチックは分けないかな。これだいたい2つで5000円ぐらい。たけぇ。たけぇ。みんな2時って思ってんのかな。みんな思ってます、ね、多分2時か、2時って思ってる。2時に1階のロビーって思ってるから。質問しようと思いました。今からですか。あ、マジで。じゃあそうだ、もう今から撮りまーすっていう。少し早いですが、これ
除菌してプレゼントする俺と翔吾のサイン入れて除菌して、うん、じゃあ俺らはあれしとこう。どこ？いや、そこビーチ、ビーチって送っといたけど、わかるかな。おっ、早いよ早いよ。バン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 ってみんなでやってグーって潜ってみんなでダラダラダラってこう連続でバン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 って上がるやつをとそれ最後タワー作らないですか。タワーは作らないそれだけでちょっとあれ誰かどこ行って誰だいや俺見たら一番俺年上だけさ、いい誰先頭、先頭、背小さい人から行く。はい、だから背の順、じゃあ、レオ。いらんことすんな、いらんことすんな。泳ぎに勝つんですよ。大丈夫、泳ぎに勝つんですよ。大丈夫、首、首一番、だって体いいからここかなと思ったら泳がれへんのか。あ、一列こう、右、左、右、左寄ってて、こうぐーっと沈んで前の人からパパパパパパパ相当練習しないと無理だよ前の人から頑張ってるいけないそういうことだからゴーグルいるんですね。で、一回お前俺ゴーグルで2万5000円使ってる買ったんすか。買った2万5000円かかったミラー付きのやつお前200円ぐらい高いからあ、JY パーク来たダミアンとジェリー頼もうかお願いします最初にそうですオープン叩くんでしかりそうそう叩くんでねバンバンバンあ、ごめん何だろう一回並んでみるダイヤ、ケント、レオ結構きついっす結構きついよ普通に結構きついポーズ前やちょ、ここ痛いっすねえそんな感じなの入ってったカジキ君は俺のお前かなんでた吐きながら行くよ、右からね。右からよ。せーの、右、左、両手、で、グーッ。分かった。来てください。来てください。来てください。右からね。誰か掛け声、せーの。じゃあそれもせーの。せーの、誰か言って。声出してた、カズキが言うわ。せーの。せーの。右、左、両手で沈む。で、潜って、なんで、そのまま潜って、で、移動。移動だよ。こう、こう、で、こう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 、無理です。V になってる今あげまーすせーの
グダ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  V になってる、 V になってる、 V になってる。スタム入ってると思います、ちゃんと。おっす、おっす。V になってる、V になってる、 V になってる。シャワーあるから、いや、ちょっと、じゃあ、キューバ上げまーすって入ってるな、ちょうどいい。でも、そのまま、ソンリョンさん変わるよ、もっか。いや、しっかりしてますね、やっぱり計画的でしたいい絵が撮れたんじゃないですかね。本当楽しみ、楽しみにしてください。どうですか、ここまで。いや、あんま俺突っ込まんでもな、もうそのものがもう面白いな、おもろいもんな、なんか突っ込みどころもないしダミアンの足つかへんくせ移動遅いとこもおもろいし、ちゃんと V になってた。いや、いいんちゃう。でかい魚いるよ、柱の横に足だった。おー、ほんとだ。してきた。なんか釣りして、え、釣りやってなかった。向こうで釣りやってた。どれ、誰って言ったらしい。マジ、ホテルに行って佐藤さん作る。行ったら前普通に釣りして、なんか釣り人が勝手に飛び込むやつやれてたっけ、反対側で。オッケーで、キューブだけだね。あと、あ、キューブだけ。あ、キューブだけは多分大丈夫。でも大丈夫。 あとキューブかけて、見てるだけのやつ。そうそうそう。で、カオルの方も。こっちがね、あっちが。ちょいラフなやつだから。行きまーす。あっちで、あれ、カオルだけのコメント取ります。あ、そうそう、先に取ってきます。この辺がいいな。そうっすね。そう、ちょっと近めで。わー、走ってきて。あそこからやから、俺がここで。そしたらあっちから、ちょっと寄りながら、のぼりさんが、なんでなんでって言うから。なんて言えばいいですか、ね、なんて言うの。いや、なんか、適当に。なんか、なんて言うかな。むずいですね、そこ。君が、そうっつって、水叩き。水叩いて、うん、おい、なんか、吸い込まん、吸い込まん、なんかみたいな、そんな感じ。もうあれや、目線もあれや、キューブだけ。キューブなんだけど、体こうなってる感じで。完全に。じゃあ、でも10秒にしとく。10秒がリアルだ。うん、ちょっとこう、本当に、ちょっと走ってるから。あと3秒やとかやってください、途中で。いいペースとか、ずっと俺適当に言うから、もう。設定としては、チャンスもらったの。チャンスもらったんで。あと、ウォーターボイズをちょっと見てて、俺もキューブ欲しい。キューブ、そこでちょっと通して火がつきました。OK です。じゃあ、その辺。はい、じゃあ行きますよ。3、2。これまで、キューブがもらえなかったですけど、どうですか。いや、まあ、昨シーズンからキューブ狙ってたんですけど、まあ、なかなか取れずに、まあ、今シーズンまたチャンスをもらえたので、確実に仕留めたいなという気持ちです。頑張っ
張ってください。ちょっと俺意気込みはどうですかって聞きます。ちょっと俺意気込みはどうですかって聞きます。ちょっと頑張ってください。終わりだ。俺はだって、俺は意気込みがどうですかって言ったら、はい、もらえなかったので、まあチャンスもらったのでみたいな。じゃあそれでは意気込みを聞かせてください。で流れるかなと思ったけど、俺も聞くことなかったよ。だからウォーターボーイズチームはとか。あ、そうそう、いいですか。もう一回行きます。あ、オッケーオッケー。じゃあ、まず俺もじゃあウォーターボーイズチーム、はい、言っちゃっていい。オッケー、3、2、これまで、キューブがもらえなかったですけど、どうですか。そうですね、昨シーズンもキューブをもらうチャンスがあったんですけど、まあ、もらえなかったんで、今シーズンにかける思いっていうのはすごい強いです。そんな中で、ウォーターボーイズのチームがキューブをもらう形になりました。まあ、ウォーターボーイズチームにも選ばれなかったですし、本当にこのスプリントのチャンスをもらえたので、絶対取って帰ります。期待してます。頑張ります。OK、 よし、よし、よし。大丈夫です。翔吾構えてる。こっからのアングルも取っとく。あの孫さん越しの、孫さん越しの構えといて。で、孫亮がこうやってこのストップウォッチの手、その持ってるところのアングル、はい、キューブ、こっちにしよう。あ、そう、金ちゃん足入っちゃう。あ、もうちょっとこっちにする。 OK、 はい、OK です。行くよ、待ってな。待ってね。あの、のぼりさんがインタビューして、で、こうやって用意スタートって言ったらスタートしてな。それでは10秒スプリントチャレンジ、果たして三笘薫選手は、キューブを獲得することができるのでしょうか。まもなくスタートです。お前の力見せてやれ。よーい、スタート。いける、いける。あー、いいスピード。3、4、5。どこ行くぜ。なんでやねんお前。おい、今のお前絶対行けてたやんけ。残念、キューブは獲得できなかったです。分からん、気合が空回りしたわ。どっちや。よーい、スタート。いける、いける。あー、いいスピード。3、4、5。ちょっとどこ行くねん。なんでやねんお前。おい、今のお前絶対行けてたやんけ。残念。なんで。残念です。キューブは獲得できなかったです。わからん、気合が空回りしたわ。なんでや。オッケー。いいスピード感だった。いいスピード感だった。いいスピード感だった。やっぱりだいぶ全然早い。いやー、よかった。躍動感すごい。やばいやばいやばい。めっちゃ速い。ダメダメダメ。めっちゃ飲んだ水。めっちゃ飲んだ。いいよ、パワーだ。素晴らしい。行くよー。お前の力見せてやれ。よーい、スタート。いける、いける。あー、いいスピード。3、4、5。ちょっと待って。なんでやねんお前。おい、今のお前絶対いけてたやんけ。オッケーオッケー。じゃあ、めちゃめちゃいいですか。めちゃめちゃいい。オッケーオッケー。オッケー、よし、ありがとうございました。金ちゃんもありがとうございました。みんなが協力的ってすごいよ。
海入ってとか言っても別になんか分かりましたありがたいマジで俺の自己満に付き合ってくれてるみたいなでも選手全員出れるっていうの出れるっていうか出てほしいって、うん、なんかちょっとこれから大事にしてるとかあの小豚タヌキキツネ猫っていう歌あれ、はい、あれに乗せてあの小塚カズキでタタタ猫ってあの全部猫で一回ダイヤが出るから、はい、でまたここなんであるんですか逆に3000円かかったちょうどいいかなと思ってサイズ感4回目引きで取ってで猫の部分で猫言わんとで、ダレレ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 ニャーで、まあこの感じだね。そんな感じやね。あ、じゃあ終わった。今回はあの小豚タヌキキツネ猫っていう分かる歌。俺の応援歌でした覚えた。あ、そうなの。え、そうなの。そうなんや。もう小塚和樹って聞いた瞬間それと思ってた。それがやっぱ残ってんじゃないですか。残ってんじゃないですか。やったんかな。はい。カズキ、ケント。ケント。はい、ケントやってくれ、先。で、1年。で、ヒョンペ。ニャーッ両手。両手。両手。あ、じゃあ、ゴムさん、一回見本、あの、みんなに教えてあげて。何の役や。すぐそこ、3キロ遠いやん。いや、そこはいい。そこはいい。小塚和樹、ケント。もうそこ、もう和樹からもうあれやで。任せてください。あの、いや、最後に映った方がいい。あの、あれだって。間に合わん。じゃあ顔だけにします。小塚和樹。で、ケント。ケント。ちょっと次は、もうちょっと離れてる。OK。やっ。ん？なんでそう、もうちょい、もうちょい、俺たぶん、えぇ、シュート、こっち、逆、こっち、シュート、たぶん、では、ジョアン、シミテ、ジョアン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 、あれじゃん、大分ファンちょっと喜んじゃう。大分ファン喜ぶかもしれないですこのネタっつってこのネタ、やってんじゃんってなるかもしれないテンション高くいきましょう。あー、テンション高く行こう。一回叫んどくみんなで。テンション高く行こう。あー、行け、振り切りましょう。振り切ろう、みんなで。行こう。とりあえず一回行ってみますか。はい、行きます。20ね。3、2、それでは新加入選手を発表します。あ、ちょっと待って、紹介ね、紹介ね発表は俺がしてるから。緊張してる。一番緊張してる。新加入テンションは OK やった。テンション OK。 OK。 声出てます。いきます。3、2、1。それでは新加入選手を紹介します。小塚和樹、ケント猫、田辺修斗、ジョアオ猫、知念ケイ、ヒョンテ猫、宮城天、コーキー猫、にゃー、ポーツマス、ポーツマス、ラセラー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 。それでは新加入選手を紹介します。小塚和樹、ケント猫、田辺シュート、ジョアオ猫、知念ケイ、ヒ
ヒョンテー猫見上げてんコーキー猫にゃーポーツマスポーツマスラセラー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 テンション上げすぎてもうなんかみんなめっちゃムズになってオッケーおいお前やりすぎたぞ絶対やりすぎたぞお前最初に行きすぎてお前あとめっちゃムズなったやつやっけそうこっから来たやんオッケーうわじゃあオブリガードネコネコネコ魂レッツゴー応援歌やってんやそれでは新加入選手を紹介します小塚声入ってない先頭ネコ田辺中東昭和猫知念慶ヒョンテ猫見上げて脱ぎに行ってんのは見えちゃうコーキー猫にゃーポーツマスポーツマスラセラー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 なんかいい。なんかあったかい。なんかいい。いい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。お疲れです。デニッチです。あ、歯磨いてた。はい。ああ歯磨いてるとこ。歯磨いてるとこ申し訳ないけど、今シーズンの目標だけ。今シーズンの目標。ACL と A リーグタイトル。連覇できるように頑張りたいなと思います。うん、はい。OK。ありがとうございます。ごめんね、歯磨いてるところ。ごめんな、歯磨きます。ありがとう。続き、歯しっかり磨いて。はい、磨きます。プライベートの目標は？え？プライベートの目標。プライベート、特にないですけど、語学とか、いろいろ、はい、いいな。やってみたいなと思います。OK です。今シーズンも頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ありがとう。はい、ありがとうございます。めっちゃ歯磨いてる。思ったね。あ、そうね。いや、ちょっと部屋の行き来できないんで。部屋の行き来できないんで。お疲れ様です。いや、あれなんかしちゃってるのかよ。そんな力ないよ、お前。何が。こっちこいわり。いや、嘘でしょ。何してたんですか。今、試合の映像です。よし、来たから。ほんまっすか？ほんまや。すっげえ、すげえ。一日だけ休んだんですよね。一日だけ。一日だけ。昨日、謎の足激痛に悩まされて、歩けなくなって、病院で、MRI と、CT 取ってきたけど、何一つ以上なかった。何が？何が？もう恥ずかしいぐらい、もう昨日車で。もう中足骨だわ3ヶ月は硬いわまた手術かって言ってたら何回目やって手術次9回目だった9回ああそれやったらでも何ともなかったんですよね次の日だったらよかったです今年の目標は何ですか今年の目標手術しないいや目標手術目標手術部屋で何してたんですかずっと部屋で本読んだああ、本ずっと読んでました。ずっと読んでた。なんか、おすすめの本もあるんですか？おすすめの本？はい。これ絶対使われないじゃん。切っていいよ。いや切っていいよ、もう。皆さん、今年も頑張ります。俺、来年からやってよ、ボールパンツ。ああ、OK です、OK です。いや、でも今年はちょっと難しいですよね。完成とかないし。そうね。そう、手拍子だけ。来年だから落ち着いて。そうっす。
みんなの前でやってみたいな。ゲッツ！ちょっとやり直して。いや、冗談だった。今のやめて。今流されてる。やめさまします。でも、冗談あれ。よかった、よかった。今よかった。よかった。おらん？いなさそうっすね。あ、寝てた。何時今？4時。めちゃめちゃ寝てました。ごめんね。なんか夜遅く来たみたいになってまうやん。ゴリゴリの昼です今。ゴリゴリの昼です。めっちゃ寝んの？そうっす、寝ることが大事だと思います。あ、すげえな、よう寝れるな。ごめんね、起こしちゃって。ごめん、気をつけてください、ね、あ、ごめんごめん、ほんとごめん。じゃあね、今年の目標。今年の目標、うん、もうちょい出てこれる。装飾だったらもう使え。個人的なですか？うん、いや、個人的な。今年も得点とアシストで、あの、10ポイントぐらい稼ぎたいなと思ってます。プライベートの目標は？育児をしっかりすることです。期待してます。すいません、おやすみなさい。おやすみなさい。まだ寝る？もう一回。あ、ちょっと15分ぐらい寝てください。ごめんね、おやすみ。気をつけて。ごめんごめん、すいません。こういう人もいるんで。あ、ごめんごめん、はい、学んだわ。学んだな。はい、おやすみ。このタイミングで寝ると思わなかったな。こんばんは、川崎フロンターレの神谷海斗です。田辺修斗です。今からこの段ボール、この段ボールとアキさんを使ってイリュージョンをしたいと思います。で、これでかぶせます。かぶせます。それでは開けます。こんばんみー、あきちゃんだよ。やべっち元気？この前見たよ、サッカーしてるの。ナイスゴールだったね。健吾さん元気？もう俺わかんないけど頑張ってる。頑張る、今年も頑張るよ。